宗門では昔から代々坊主の寺院を中心に派閥が形成されていた。末寺で弟子を取るから派閥が生まれる。ならば本山で一括して弟子を取ろう。こうして昭和35年より年分得度制度が始まった。これは12歳の少年を対象に一括して得度者を取り、本山で集団教育する制度である。少年たちは大坊と呼ばれる宿舎に寝泊まりしての修行の日々が始まる。希望に燃えて本山に入った彼らを待っていたのは、ホスや先輩に対する絶対服従と暴力による制裁であった。大坊には想像を絶するいじめが横行していた。朝の勤行中居眠りをする小僧は情け容赦なく殴る蹴るの暴力を加えられる。さらには刺したる理由もなく、先輩の処刑から金属バットでお尻をフルスイングで叩かれることも日常茶飯事であるという。お出ましです。処刑たちはホスの前では伏せ拝と呼ばれる姿勢を取らなくてはならない。それは神服随従を意味する姿勢である。午前2時半に行われる牛虎勤行、東を向く日賢は常に小僧たちの様子を観察している。耐えかねて居眠りをする小僧を見つけた時、牛虎勤行を終え大奥へと戻る廊下で、いつもの瞬間湯沸かし器が爆発する。おい、お前、誰が寝ていいって言ったんだよ。誰が寝ていいって言ったんだ。はい。よ、貴様。はい。よ、うん、答えろ。よ、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 そして次に日賢はその頃得度したばかりの山口雄在住職に声をかけた。お前は雄存だったな。いえ、雄在でございます。何、貴様、お前は雄存なんだよ。よ、貴様、お前は雄存なんだよ。この屈折した大坊生活で叩き込まれるもの、それは徹底した差別意識である。僧が上で信徒が下。貧しき時代も知らないので、信徒の極用に対する感謝の念も持たず、繁栄も当たり前のように受け止めていた。日賢宗が主張する僧が上で信徒が下という差別感覚は、日本仏教界特有の檀家制度の弊害によるものである。